皆さん、映画館ランキング、はい、見たことありますか？心霊スポット季節は秋迎えたんですか？まだ暑いっす、まあ、この暑いといえばこのスポット、心霊スポットかなりみんなも知ってる人多いんじゃないですかね。その名もお札脱いでしたお札脱いでした行ってみますか？はい、行きましょう。ジャンプした方がいいですか？ジャンプしましょうか。どうしましょう？ジャンプしよう。出た方がいいですか？はい、そこじゃないですね。もう一回、もう一回ジャンプです。はい、この奥にあるということで、はい、雰囲気悪いですよね。かなりね、結構怖いくないですか？でもこうやって道が綺麗にされてってることは、はい、人の行き来もあると。なんかお札はなんかそれの向こうの方がまずくて、それダミー、あ、ダミーらしい。見てください。マジっすか？もうちょ怖いっすよね。僕は行きますよ。苦手なんですけど。なんかこれ踏んじゃうくない？左手に何ですか？ありますね。何が？祠のようなものが。札はなかったな。札確認取れてない。でもこれかなりね、古い感じで。最近の感じで、畳も全然綺麗だし、で中にあるものとかもそんなにあのめちゃめちゃ古いってわけじゃないから、そのつい最近まであって、これで先に行くなっていう意味合いを込めてあるとかじゃないけど、ダミーにしたわけでしょ。ちょっと濡れてる場所っていうか、まあこういう湿地帯のような感じでもあるから、やっぱり霊っていうのはやっぱジメジメしてどんよりしたところにいるっていうんで、だから条件は結構揃ってるかもしれないです。この道の横にこういうちょっとバス停のような形で、観音巡りカブール、これはなんかアフガニスタンとかあったような名前ですけど、どういう意味がね、これも、まあ、別にここは特に何もないという感じですけど、まあでもこの地帯が、はい、あのそういう神社とか多い地域なんで、霊的なものもあるかもしれないですね。いや、雰囲気は全然的に悪いですよね。足場観音みたいですね。なるほど。そうですね、足場でしょ。まあ、この通りが少なくともなんかその観音巡りだと、はい、お札の家もあるかもしれないけど観音巡りだという形なんですか。だいぶ普通になってきた。何も綺麗になってきた。この先にあるって言ってたけど、普通にお家が、お家がいっぱい。あ、そうですね。先ほどここは昔からダミーって聞いてたんで、はい、本物があると信じて、はい、上に行ってみてみたのですが、何もなかったと。なかったってことはですね、ここが本物なのではないのかっていう。そうですよね、うん、あのやっぱりこれをダミーっていう形にしたら、うんうん、あのあダミーなんだ、じゃあまだ上にある、うん、じゃあ上に行くぞという形になって、こちらをねくまなく調べない、はいはいはい、調べることなく上に行っちゃうと。ただ少なくともこの場所は、うん、あの観音様巡りの道だったということで、そのお札の家っていうのを、まあ、そのいろいろ調べたんだけども、その実際にはないっていうことがそういうちゃんと分かったんで、その山の中にもなんかあるんじゃないかって調べたけど、そういう気配もなくて、エコス湖までみんなチェックしたんで、うん、多分おそらくその昔言ってたそのダミーとかっていうのは多分ないんだよね。ないです。まあもう全然行ってもいいんですけど、まあそれはね、やっぱり YouTube をやってる以上ちゃんとね、そうですね、あの普通のそのなんか YouTube で上げてる人とかいるけど、実際は入ったり、まあ不法侵になってしまうんで、完全に入ってしまうと普通に通っちゃう。まあこういうことじゃないかと、うん、まあこれが答えですよね。そうだ、まあ、これがもうダミーって言われてたけど、これがもう本物っていうことでいきましょう。はい、うん、まあ、ご意見ありましたら下にねコメント欄ありますんで、はい、よかったら皆さん、これは本当にあるんだ、これは本当にダミーだぞって言ったら教えていただけたら、はい、僕らもどこまででも行きますんで、一緒にコラボできたね。はい、そういう人たちと。そうしたら僕、あ、いいですか、僕からですけど、はい、僕から、ね、
ロブに対するコメントやファンレターじゃないですけど、そういうもそういうのあればぜひね、コメント欄に。これしたと、はい、ランチ行きたいとかそこからですね、友達からです、ね、そうです、あればね。ロブも寂しいやつなんで、はい、まあ、ただこうやって見てくれてる人に対してはすごい感謝は、皆さんでみんな盛り上げていく、はい、思います。ありがとうございます。ということで、はいはい、はい、いつもスピチューブ見てくれてありがとう。これからもよろしく。チャンネル登録もぜひぜひ。